熊本市立必ずよしかん高等学校は、熊本県熊本市中央区坪井四4丁目にある、公立高等学校。略称は、必ずよしかん、必ずゆ。1911年に開校した熊本市立実家高等女学校を前身とする。数回の改消を経て、現校名になったのは2001年である。校名、必ずよしかんの由来はこの地に、 米田家固定教育の家塾、必ず誘導があったことから、2011年に創立100周年を迎えた。熊本市全域としている。全日制家庭普通科普通クラスと、普通科国際コース、服飾デザインコース、芸術コースの3コース。芸術コースは、音楽系、美術系、書道系の3系列に分かれている。銀杏の葉の2枚を組み合わせ。 中央に四角で囲まれた号の文字を配している。作詞は山口白び、作曲は梅沢新一による。3番まであり、歌詞に公名は登場しない。いて深いと称している。平成20年度全国高等学校、総合文化祭文部科学大臣賞受賞平成21年度全国高等学校、 総合文化祭文部科学大臣賞受賞平成23年度日本太古ジュニアコンクール文部科学大臣賞受賞平成24年度全国高等学校総合文化祭文部科学大臣賞受賞平成23年度日本太古ジュニアコンクール文部科学大臣賞受賞令和元年全国高等学校総合文化祭優秀賞文化庁長官賞受賞令和元年 全国高等学校総合文化祭。国立劇場優秀校東京公演出場令和2年。必ず吉館高校は太鼓部総部20周年記念。令和3年全国高等学校総合文化祭。優秀賞文化庁長官賞受賞令和3年全国高等学校。総合文化祭優秀校。国立劇場東京公演出場。全国高等学校総合文化祭。 国立劇場優秀校東京公演6回出場。ありがとうございます。